お花紙で作った水仙を一輪挿しに刺しました。一本の茎に開いた水仙二つとつぼみの水仙を一つつけています。後ろから見たところです。葉っぱの裏には細いワイヤーを張って形がつけやすいようにしました。折れ曲がった花の茎の根元は膨らんで実になる部分です。薄い皮も作りました。一本だけではなくたくさん作って大きめの花瓶に飾るのも綺麗です。お花紙の桃と一緒に飾ると一層春らしくなります。